広芝居クー .com。 今日はですね、何気にキャリアとカゴの接合が整備において使用する分には全く問題ないんですけど、整備においてこれの接合の仕方でものすごい面倒くさくなることがあるんですよね。例えばこのフロントのカウルを開けないといけないときに、カバーを例えばですけど、こう上からもこう外してで下から押さえてて、で上の押さえが外れて下からも押さえが外れて、こんな感じでしてたらものすごいめんどくさいんですよね。で支点を外して、でガチャガチャしながらようやくカゴを外しますよね。でその後に今度はキャリアを今度外していかないといけないので、キャリアを外してと手間が半端ないですよね。こんな感じで3つ外してってしていくと工程数が多くなりすぎて手間がもったいないので、もうこういうのをですね、いわゆるこういうのを使わないでいいように。でこっちもワッシャー、ナット、ボルトがあって、下からもナットがいりますよね。ボルトをつなぐナットとワッシャーがいって、確かに何でもつなげて便利なのはキャリアなんですけど、手間がかかっちゃうっていうですね、崩すまでの。でそれをこっちキャリア側にも使うボルトの穴を開けてあげて、後ろからナットを溶接してあげて、もうポーンと置いたら上からボルトナットで、ボルトで1、2、3で止めれてですね、パッて外せればもうこれだけになっちゃうので、これは3箇所で止まってるだけなので、でなるべく当然もボルトも変えず、まあネジ、サラネジ使うかボルト使うかはどっちでもいいんですけど、工具をそのまま全部同じのでできるようにですね、そういう風にしてあげたいと思います。そしたらこれはトゥデイのパターンですけど、トゥデイのパターンで言うと、下に穴を、ボルト穴を開けてあげて乗っけて、ここのボルトはここと共用させて、1、2、3を上からもチュインチュインチュイン、はい、でこの2箇所をチュインチュイン、はい、外れますっていう状況にしたいと思います。まずは上からボルトをはめ込む位置に印をつけて、そしたらキャリアを外して、素晴らしい。OK です。できました。これで、M8 の8ミリ穴を開けました。なので使うボルトは M8 です。まあなんか M6 か M8 がまあ多いですよね。でこれをカゴごと上から止めればいいだけなので、でネジ止めできるように、まあここをタップダイスのタップでネジ切ってもいいんですけど、後ろからナットを溶接する方が合理的な気がして、それでしたいと思います。そしたらナットをつけるところをサンダーで塗装を剥いで、こんな感じで穴の部分だけ塗装を剥いで、ナットをつけて後ろから仮止めして、ボルトで仮止めして溶接したいと思います。
感じになりました。こんな感じで溶接したいと思います。漬け込みはすごい。つきましたね。できました。ひどいですけど、できました。これは相当便利になると思います。そしたらはめていってみたいと思います。上はカゴと一緒に留めるのでまだ留めないで、あとは下を止めるだけですけど、下は上からボルトを入れるだけ。できました。ちょっとこれは整備する人にしかわからないかもしれませんが、もうすべてプラスネジで止めてます。なので、インパクトのプラスがあれば、フロントのバスケット、フロントキャリアが全部外せる形をとってます。下から見るとこんな感じになってます。もう上からボルトを突き刺してるだけですね。ナットは下から溶接してるので、まあ、外れることはないと思いますけど、外れても別に関係ないです。フロントカウルの中を見たいときとかはもうマッハでストレスにならないので、相当整備としては助かります。そしたら外してみたいと思います。どれぐらい作業しやすいか。これでもう外れるんで、マッハですよね。早い。本当に早い。これは早い。